そこの若者よ、ちょっと。そこの若者よ、ちょっとよいか。何の用だ。見るからに体力はありそうだ。わしの研究を手伝ってみる気はないかな。研究？あんたは学者なのか。こう見えてその界隈では名の知れた民族学者でな、遠方からはるばるやってきたのだ。ここタボールの成り立ちを研究しておったのだが、この村の複雑な構造がわしの想像をはるかに超えておっての、歩き回っとるうちに足腰を痛めてしまって、もう動けんのだよ。そこでだ、わしの代わりに調べ物をしてくれんか。もちろん報酬は弾むぞ。どうだ。引き受けよう。何をすればいい。この村に石碑があるのは知っておるか。ほら、あそこ見てみ、あの丸屋根の下だ。村の南と北、さらに東に一つずつある。あれには碑文が刻まれておるはず。何が書かれておるか確かめてきてくれ。その内容さえ分かれば研究もはかどるだろう。碑文か。分かった、少し待ってろ。うむ、それでは頼んだぞ、若者よ。その革の靴、履き心地はどうだい。シリルさんって不思議な人だよな。どこの出だか知らないけど物知るよね。マザークリスタルの伝承か。変なお空。この宝石はカンベル、この箱はダリニル。いい川だ。遊牧民がここに移り住んだようだな。いつもお肉をありがとう。狩猟文化で発展したのか。石碑はこれで全部だ。あの学者に報告しよう。碑文を確認してきたぞ。さすがだな若者よ、仕事が早くて助かる。それでは早速碑文の内容を聞かせてもらうとするかの。まずは南の石碑からだ。あれには何と書いておった。マザークリスタルを守りし者の一派はこの地に礎を築いた。クリスタルが輝く限りその血筋を絶やしてはならない。これで間違いない。なんと、タボールを築いた祖先はかつてはマザークリスタルを守っていたと。だがなぜ彼らがこの地を選んだのか、実に興味深い。続けよう。北の石碑には何と書いておった。黄金の平原を渡る遊牧民はこの地に安息を見出した。
タボールにとどまりし後もその誇りは失ってはならない。確かこう書かれていたはずだ。ほう、遊牧民族がこの地にいついた。彼らの文化と混ざり合ったということだな。よし、次で最後だ。東の石碑には何と書いておった？日の光を受けし狩猟部族は、ん？この村に日の光への信仰はあっただろうか。違うな。今思い出す。大地の恩恵を受けし狩猟部族はこの地に繁栄をもたらした。タボールを守りし万物の恵みに感謝を忘れてはならない。そう書かれていた。確かにタボールは狩猟文化によって支えられておる。それは外からもたらされたものだったのか。マザークリスタルを守りし者の一派と遊牧民、そして狩猟民族か。しかも内容から察するに、どうやらそれぞれ異なる民を指すようだ。このタボールの独特な文化は異なる文化が混ざり合ったがゆえかもしれんな。それにしても石碑ごとに異なる民のことを刻むとは、研究のしがいがあるわい。役に立てたようだな。協力に感謝するぞ、若者よ。約束の報酬だ。受け取ってくれ。カンベルがアカシアに襲われてるなんて。行くぞ。行け。
取る。黙れ。さすがリーザだ。そこまで。行くぞ。行け。見えてきた。カンベルだ。無事だといいが。まだ戦いが続いてるみたいだ。ねえクライブ、ガブやみんなはどこに？何かあれば町外れの倉庫に隠れる手はずだ。急ごう。人立てり。クライブ、お前の顔を見て安心する日が来るとは。みんな無事でよかった。お前たちこそ大丈夫だったか？ああ、なんともない。待ってたぜ。もしかしてあれが？ええ。ようやく弟を紹介できる。ジョシアだ。クライブから話は聞いてる。しつこいくらいにさ。私はミド。よろしくな、ジョシア。よろしく。な。ジョシュア。おじさん。よく生きて。よかった。本当によかった。統率されたアカシアが。ああ、そう見えた。いつもみたいに理性をなくして手当たり次第に襲いかかってくるのとは違う感じだった。ここに来る前に何度かやり合ったが、確かにガブ君の言う通りだ。何者かの指揮のもとに動いておるようだった。ある手間と思うか？なんとも。町の人たちは無事なの？死んだ、たくさん。だが何人かは商人街を抜けた先にある議事堂に立てこもってる。あとは川向こうの商人の屋敷にも隠れてるはずだ。アカシアは疲れを知らない。このままじゃいずれ奴らの餌食だ。生き残ってる人たちだけでも助けたい。僕も手伝う。二
二手に分かれよう。俺は議事堂へ向かう。お前は屋敷の方に。ジル、ジョシュアと頼む。分かった。私たちは裏手から回りましょう。ああ。わしらは。ミド、船は出せるか。まだだ。ちょっとミスリル機関の調整に手こずってる。急いでくれ。うまく救出できても陸路で逃げ切るのは難しい。了解、やってみるよ。おじさんたちはミドを頼みます。うん、よかろう。任せとけ。バイロン、ガブ、行くよ。バイロン様だ、バカ娘は。行こうか。あなたはクライブをお願いね。気をつけろよ、二人とも。兄さんも。